ってきたっていうところで、はい、こんばんは、星野光です。よろしくお願いします。どれだけチャンスを作って、でそれそこの中でどう結果が出る、ちょっと野球見ながらです。今の打線を回していくっていう考え方っていうのはレドファントだと思うね。なるほど。これで9回に吉田正尚にバッターボックスは回ってくることになりました。まあ、さらに去年の初戦はこの吉田9回にマクザフからのタイムリー、サヨナラタイムリーを放っています。ここもだから面白い。よし、おレイアレイアウト一発でビシッと決まったな。さあ今日は乗ってらっしゃるのかな。さあ集中しますか。乗っ取ってくれればいいですけどね。あとね、なんか今日もなんかバンダイナムコのなんか変なバイトとね、なんかメールやってたけど、むちゃくちゃ態度悪いっていうかね、えなんだろう。そして3球目、場内がわっと開いた瞬間がありました。なんかね、お客さんの声をね、聞き入れようというなんか態度がないっていうか、体制がないっていうかね、えなんかあんな殿様商売やってるから人どんどん減ってくんだけどね。なんだろう、なんかバンダイナムコの皆さんってなんかあのお客さんの気持ち になってなんか物事を考えたりとかしたことあるのかな。本当本当アニメとかはね、素晴らしいかもしれんけど、ゲームに関しては本当ね、本当クソ会社だよ。
あ、乗ってらっしゃるね。でもやっぱね、クリティカル出ると結構痛いっすよね一発が痛いって感じっすよねうん、違うか。あ、いいか。よし、どうしよう、こういこうか。でもクリティカル出てフルパで300超えてるんだったら結構強いと思いますよね。え、 A のまだ1勝もされてないチームだけどポテンシャルは素晴らしい。お、村上ホームラン。もうなんか野球の方が全然面白いというね終わっちゃったかな6人揃ってたら結構いい勝負だったかもしれないね。まあ多分ホームランはまあある程度防ぐことはできるかなっていうふうに思って、まあこれを打たれたことを機に、まあ、対策はしっかり取れば、まあ、次はホームランがヒットにっていうことはね、十分オリックス側とも考えられるかなっていうふうに思いますね。まあ、そしてここで中村悠平には送りバント、うまい中村悠平なんですが、ここは初球バント失敗になります。ワンアウトランナー一塁に変わります。
ッターボックス途中守備から入っている丸山和也です。明治大学卒業ルーキーです。優勝を決めるサヨナラタイムリーを放った丸山、丸山のバントの構え。ここは2アウトになってもランナーを進めようという高津監督。あかん、あのすいません、日本シリーズに夢中で結構いい試合してます。まあでも今日もほぼ無人ですよね相手ねえ、こういう状態になっちゃったらねえ。おいバンダイナムコなあ、おカタクラなあ、ほんとよ、クソみたいなサービスやってるからこんな風になるんだぞお前なあ。運営側の主張するんだったらまずこういう状態を解消してから物言えよ。規約規約ってな、あのね、世の中っていうのは法律で回ってんだよ国は。なあお前らが法律じゃねえんだよなあ。なんか大手の会社かなんか知らねえけどさ、そこに何所属しとるだけで偉そうな顔してんじゃねえぞボーケが。ほんと会社の看板頼ってしか飯食えんくせによ、な自分たちでいろいろやってみろボーケが。お前の給料だってなこのガンオペのユーザーから金もらってる出てるわけやろなあ。なんだあの言葉遣いとか態度ほんと。マジでバンダイナムコのソシャゲの部門もあの早く潰れてくれ本当に。俺徹底的にやるからな、うん本当に。この制圧の状態をなあ、これどう説明するなあずっと無人やでなあ。最初に1人2人ねフルパ打つぐらいでなあ、こういう状態にしてんのはお前らのねえミスっていうか態度の悪さとかシステムの欠陥でこういう形になってるんやでなあ。俺始めた頃こんな状態じゃなかったやろうが本当に。 S なんて上がるのなんて本当に夢のまた夢でねえ。 A でも上位やねえ、上位戦っていうか1位2位とかでも白熱した戦いでねえみんな盛り上がってねえ。あの頃だったら B1、 まあ B2 はねスカスカだったけど B1 とかでもね1位2位で A 上がるっていうのもね、うん、そこそこ初心者の人たち頑張ってたわけだから、こういう状況にねこうなってるのはさ、やっぱ結局運営の責任なわけだから、なんかこれに対してよきちんと説明しろやクソみたいな、なんかメール返事送ってきやがってよ。断言するけどもう過去のあんな盛り上がってた状態には 100% 戻らないよこのゲーム結局ガンダム好きの人がみんなこれ手出してるから、手出してこれはあかんって言ってみんな引いてる状態でね、新規入ってくるわけでもね、復帰組がねまた来るわけでも全部ないから、
くそ。次は今日猛打賞の白身。なんか殿様運営っていうのはね、ほんと滑稽ですね。これどうしような、スキル使った方がいいか。ヤクルト逃げ切りそうですね。あーつまんねえこのクソゲー、本当に本当もうね、チームがあるからねえ、なんか遊んでるけど、こんなん個人でやってたらとっくにやめてるよ。今のメモリー使用率見ようかな。見てこのパソコンのスペック。メモリー14ギガ使ってるよ。もうアップアップ。やばいっしょこのゲーム。メモリ食いすぎでしょ。
なんでこんなしょぼいグラフィックにねえ メモリこんなに食うの、ほんとおかしくね、このゲーム。この上の開発あれなんじゃねえ、高校生が作ってんじゃねえか、ほんとに。ほんとレベル低いわ。はい、お疲れ様でした。はい、今日も人はいません。このゲーム、もうね、全部ね動画で私は証明してますけど、どんなにねどんなに言い訳しようがなんだろうが、動画で全部証明してますが、分母が全くいません。分子だけでなんかねやり合ってるゲームってどうなんすかね、ほんとね。もうバンダイナムコのソシャゲの部門、もう日本から出てってくれへん。で、中国人使ってるわけだし、もう中国に移転しろよ、本当に。日本の恥、邪魔でーす、本当に。